クッキーランデ、あなたはどんなクッキー？ 50 個のクッキーの中であなたにぴったりなクッキーは？ということで今回はクッキーランの性格テスト、こちらをねやっていこうかなと思います。ゲームは今回一切しませんのでよろしくお願いします。で、これなんかキングダムはあんま関係ないっぽいです。あんまとか全く関係ないっぽいですね。クッキーランのエピソード4オープン記念とかって書いてあって、でこのエピソード4がいつオープンしたのかも全然よくわかんないんですけど、なんかこの心理テスト、性格テストっていうのがあったので、なんか面白そうだしやってみようかなと思って。でまた自分がどんなクッキーか、あなたにぴったりなクッキーはっていうのはどういうこと、あなたはどんなクッキー、そういうことだよね。だ僕はどんなクッキーかってことでね、性格のテスト で今回はねこれをやってみようかなと思います。12個の質問に答えれば OK みたいですね。じゃあいきましょうか。たぬきうどんを頼んできつねうどんが出てきた。上怖いね、すぐに作り直してこいと怒る。僕は特に気にせずそのまま食べますね。というかたぬきうどんときつねうどんの違いもよくわかんないです。具の違い、揚げとかの違いよくわかんない。自分が映画の主人公になったらどんな役、お金持ちヒーロー、主人公、旅人。まあやっぱり主人公になったら世界を救う立派なヒーローになりたいよね。これ物事がうまくいかないときどうする、これは僕はうまくいくまで粘り続けます。お気に入りの旅行先、花の都、ビーチ、草原。お気に入りの旅行先でしょ、うちかな。まあこうなるとお家が一番かな。初めての場所で食事場所を探すには他の人が行きたいところ見回ってきん。これ僕結構優柔不断なんですよね。ご飯の場所とか結構決められない、やたら悩むタイプですが、ただまあ誰かがいるということであれば他の人が行きたいところに行こうかなと思います。自分ではなかなか決められませんので。試験期間、さあどうする、一人コツコツと勉強する、友達と一緒に勉強。勉強一人でするかな、コツコツと。学生の頃はしなかったけどね、大人になって勉強が必要な時は結構コツコツ真面目にやってます。自分にぴったり合いそうな趣味は、芸術、アウトドア、音楽鑑賞、読書、映画、パーティーなどソーシャルイベント。芸術的活動はない、あんまない、ゲームがしたい。ゲームはないのかな、あんまり読書とかも漫画は読むけど、あんま映画とかも見ない。まあこんな感じ、スポーツ、レジャーなどアウトドアかな。友達に素敵と言われたら、当然じゃん、そうや。そうかな。大勢の人がいる状況で私は他の人にいじられて休む暇もない、そのムードメーカー、雰囲気に合わせる、人の集まる。まあ下2つのどちらかではある。大勢の人がいると、まあなんかね、その大勢いると、まあ、やっぱその中には人によってはそのね、場を盛り上げたいとか、こう喋りたいとかっていう人がいると思うので、まあ、そういう人たちに、まあ、そういう時は喋らせてあげればいいかなと思うので、まあ適当にその場の雰囲気に合わせるかな。家で泥棒と偶然ばったり会ってしまったら、欲しがるものは全部あげちゃう、頭が真っ白、力でねじ伏せようとします。以下の中で好きなことは、目標達成のため仕事に没頭、人と会って話す、一人きりで自分だけの時間を持つこと。知らない場所、旅、人会って、難しいな。でも好きなことといえば一人きりで自分だけの時間を持つことかな。やっぱり自分の好きなことしてる時がやっぱ好きかな。素敵な人と出会ったら積極的に自分、偶然を装い、運命なら、これはね、僕は完全に一番上です。やっぱね、分かるよ、恥ずかしくて近づけないとか嫌われたくないとか、運命なら結ばれるはずし、いやそんなことよりもね、行動する方が一番いい結果になると思う、良くも悪くも。結局グダ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 してたら時間だけ過ぎちゃって、まあ、ずっとねその時間を無駄じゃないけど、モヤモヤする時間とか、結局そんだけの時間が長ければ長いほど、まあ、うまくいかなかった時に引きずる、ダメージ量ってのも大きいかなと思いますし、やっぱ行動、手に入れたいものがあるのならばすぐにやっぱ行動して動くべきなんじゃないかなと僕は、まあ、僕はそういうタイプって話ですね。
というわけで一番上です。さあ質問12個がこれで終わりますが、僕は何のクッキーか分析中。おお、勇者味クッキーいいですね。あなたは正義感あふれて責任感が強い勇者味クッキーです。詳細読みましょう。正義感あふれて責任感が強い勇者味クッキーは、誰もが嫌がる仕事でも自ら率先して行って責任感が強く一度受けそんなことないけどね、あんまり、誰でも嫌がる仕事でも自ら率先して、そんなことはないよ。けど誰もやらなければ自分がやるしかないかなと思います。しかし責任感が強すぎて自分だけの力ではどうしようもなくなってしまい、損をすることは人に対しても一度し、そうそう、人に対しての信頼関係というか、人はね、僕は自分の味方であればその人の味方をしたいとは思っている。だけど自分に対して裏切り行為とか敵に関してはめちゃくちゃ反発するタイプです。決してドライなわけではないんですけど、まあ、敵に対して、まあ、仲良くしたりとか、まあそのある程度の、ね、人間関係を保つ必要はないから、敵であるのであれば敵でいいかなと思ってます。そっちの方が自分の気も楽、恋愛に対してもひたむきな姿勢は変わらず一途にずっと思い続けるタイプです。自分の気持ちをなかなか伝えられないため片思いでし、そんなことはないけどね。質問の12でもあったように、僕は片思いで終わってしまう、気持ちを伝えられないってことはないかな。ガンガン行くタイプです。なので最後の部分はちょっとね、まあ、片思いで終わってしまうことはありませんっていうのは、まあ人にね、その時の状況にもよるかもしれませんが、なかなか伝えられないっていうのはないかな。僕はね、もうたとえで両思いになってなかったとしても結構もうガンガンアピールはする。それでうまくいかなかったことも当然学生時代にはあったけども、そっちの方がねガンガンいった方が楽しかったと思うけどね。はい、というわけで今回の性格テストは終わりたいと思います。僕は正義感があふれて責任感が強い勇者味クッキーだそうです。こちらね、Google とかの検索で、クッキーラン、性格テストとかって入れると出てきますので、もしよければ皆さんもやっていただければいいかなと思います。他にどんなクッキーがいるんだろう ?50 クッキーって言ってたからね。結構他にどんな、あ、そうだよね。50個分この文言があるわけだから、結構気になりますね。もしよければ皆さんもね、暇な時とかにやっていただければいいかなと思います。どうもありがとうございました。